皆さんこんにちは、FS 男前藤谷です。今日はね、ショービットのやり方っていうのを解説していきたいと思います。で、前にもちょっと解説したことあるんですけれども、ショービットっていうのはこう横向きにね、デッキを回す、トリックの総称なんですけれども、普通のショービットっていうと後ろ足でこうシャクってね回すショービットっていうのを皆さん想像すると思うんですが、他にもノーズ側を軸にして回すノーリーショービットっていうのもあるんですよ。で、今日はそのノーリーショービットっていうのを解説していきたいと思います。で、そのノーリーショービットの中でも回す角度によって180、それから360、540、720っていう感じでね、その回す回転数に応じて難しくなっていきます。で、まあ、最初からね、360とかやるのは難しいので、今日はその一番簡単な180、ノーリーショービットの180っていうのを解説していきたいと思います。はい、じゃあノーリーショービット解説していくんですけれども、それを練習する前にできてた方がいい動きが3つあります。で、それは何かというと、プッシュとチックタックと、あとね、デッキの上でこう軽くねジャンプしてこう着地した時に自分が安定して乗れるかどうか、これだけ。まあ、これができたら多分ね、考えいい人だったらもう1日経たないうちにできるかもしれないです。でも、このトリックって少しね進んでないと非常にやりづらいです。というのは、進んでる力を少し利用して回してるからなんですね。何かっていうと、こう進んでる状態でノーズをこうやってこういう感じで組みます。で、つま先側の足を使ってひねっていくんですが、この時に、ウィールで、ここをね軸にしてデッキがこっちに流れる力を利用して、板がこういう風に、まあ、フロントを軸にして回っていくっていうような、まあ、そんなトリックなので、少しスピードがないと、回せないです。なんで、最初ちょっと怖いかもしれないですけれども、少し走った状態で、練習をしていきます。はい、じゃあスタンスです。前足は、フロントトラックよりも少しつま先を前に出すような、この辺りの位置に置きます。で、これなぜかっていうと、つま先をね踏んだ時にこうね後ろをこうやって浮かすことができるような位置に置きます。で、こう浮かした状態でつま先をね少しこうひねってあげる、ほんの少しですよ、ほんの少しこういう力を加えることでデッキを回していくので、だいたい足の位置はこの辺りに置きます。で、後ろ足はまあね、自然なところ、自分が置きやすいところに置けばいいかと思います。まずはどんな技か確認していきたいと思います。軽くプッシュして前足の位置を決めて前に回して着地する、まあ、こんなトリックです。構えて前に回して着地、構えてこうですね。じゃあ軽くプッシュをして、そして足の位置を決めます。前足でつま先を押せるようにしてしゃがんで前足で回します。こんな感じです。他のトリックでもお伝えしてるんですけれども、体ね、できるだけ低い方がいいです。これなんでかっていうと、目線が地面とね近づくんですよ。そうすると恐怖心がね少し和らぎます。で、それと合わせて何がいいかっていうと、しっかりしゃがんでる方が軸が安定しやすいんです。はい、ということでノーリーショービットワンエイティの解説だったんですけれども、いかがだったでしょうか。この次の段階の360はまたどこかで解説していきたいと思うんで、それを見逃したくないっていう方は、ぜひね、チャンネル登録とかいいねとかフォローとか何でもいいねしていただいて、次が出るのをお待ちいただけたらと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。